おい、3連敗ってどういうことやねん。今日負けたらもうほぼ終わりやなって思ってたし、正直。まあ今日勝ってくれたらまだチャンスあるかなっていうふうに思ってたけど、結局打てへんやんけ。結局負けるとき全部一緒やな、ほんまに。カズマの敬遠、そんなん関係ないねん。相手も作戦やねん。カズマしか打てへんからマジでこうなんねん。もう頼むって、マジでもうちょい楽しませてくれよ。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対ベイスターズのですね、試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、すいません、冒頭からブチ切れてしまいました。はい、巨人ファンの、気持ちを代弁したつもりではあるんですが、やはりちょっと3連敗というところ非常に悔しいし厳しいと、状況で言うとね、本当に優勝したチームなのかなっていうふうに、もう疑っております、私。はい。それぐらいの試合だったと言うと思います。はい。で、まあもう結局、打てないんですよね。まあ相手のピッチャーの出来がいいとか、まあもちろんあるんですけど、やはり相手の打線を見てるとね、例えばこう、誰かが打てなかったとしても、次の打者にもある程度いい打者いるよねっていうふうな話になってくると思います。ただ、ジャイアンツで言うと、まあ、今日の試合で言うと、岡本選手ですよね。岡本選手が、まあ、今日ホームラン打って、で、まあ、状態がね、まあ、それなりにいいというところで、やはり、相手からしたらですね、岡本選手歩かしときゃ、次の打者で打ち取る確率高いやろっていうふうに思ってるんで、やっぱそういう作戦になりますよね。うん。まあ、仕方ないことだよね。うん。まあ、それは、ジャイアンツは弱いから、だと思います。普通に、シンプルにね。うん。まあ、吉川選手の非常にもう離脱というところが大きく、まあ影響してるとは思うんですが、でもまあ、それ以外の選手もね、やはり、まあまあ、吉川選手とまでは言わないけどね、やっぱりある程度やっぱりこう、やっていかないといけないと思うしね、活躍をしていかないといけないというふうに思うし、やはりもう、やっぱり厳しいよねって、うん、ピッチャーがどうとか言う人いるかもしれんけど、結局2点、だからね、昨日もそうやし、うん。こんだけ接戦になって、うん。で、取れてないっていうところがね、取り切れてないっていうのがあるんで、まあそういったところを今日ね、詳しく解説していきたいと思います。はい、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点、今日めっちゃ変更点あったんで、それ見ていきたいと思います。で、最後に気になったところを、まあ配球チャートなんかもね、使いながら見ていく。この3本でちょっとやらさせてください。じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきたいと思うんで、僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっと一緒に見ていきましょう。はい、まず今日はですね、まあ2対1というところで、まあジャイアンツ負けてしまいましたというところですね。はい、まあ結局、まあ先制したんですよ。先制したんですけど、その後ね、点が取れそうな場面で、まあ相手のファインプレーがあったりとかっていうところで、まあ追加点を奪えなかったっていうところが、まあ範囲だと思います。はい。で、その中で、2回裏、まず、岡本選手ね。先頭の岡本選手がホームラン。これ素晴らしいホームランだったなと思います。はい。後で詳しく解説します。で、4回表、これもオースティンのホームランですよね。で、このイニングの前に、まあ、牧選手のビッグプレーがあってっていうところですよね。で、5回に、2アウト3塁からオースティンの打席の時に、もう明らかにこれ、もう暴投っすね。ワイルドピッチ。うん。あれはもう完全にキャッチャー取れないっす。さすがに取れないっす。ストレートであんだけ引っ掛けられると。うん。っていうところで、まあ、ワイルドピッチというところで、まあ、その2点目を献上するというところで、まあ、5回以降、ジャイアンツ確かヒット1本かなんかだったと思うんですね。やはりそれじゃ勝てないと思うし、なかなかね、難しいなっていうふうに思います。はい、で、結局2対1で負けたというゲームですね。はい、じゃあですね、次ですね、スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりですね、ちょっと画像を出しながら、一緒に見ていきましょう。はい、まずジャイアンツからですけども、ジャイアンツ非常に変更点ありましたと。はい。まあ、簡単に言うとですね、まあ今日、長野さんを1番に据えたというところですね。レフト、長野さん。うん。
で、ライトに丸さんを入れて3番に起用するというところですね。で、今日はサードに岡本選手を入れて、でキャッチャー、を岸田選手にしましたと。でファーストに、大城選手5番に入れまして、昨日3番だった中山選手を6番に入れますと。で、ピッチャーは、まあ、菅野さんからグリフィンというところで、まあ、非常に、まあ、なかなか点が取れてないというところがあるんで、まあ、そういう、まあ、ちょっとでも得点が奪えそうな、取れそうな打線を組んできたっていうところだと思います。まあ、ベテランの、ね、力を借りようというところもあって、まあ、1番に長野さんを起用した、まあ、これが、まあ、正直やれる最大限のことかなとも僕思います。で対する DeNA ですけども、 DeNA はスタメン変わってません。1個も変わってません。でピッチャーだけです。大貫投手から、吉野投手になっただけで、スタメンは1個も変わってません。あ、まあ、そこの強さっていうのは非常にあると思います。まあ、ジャイアンツはうまくいってないんで、非常にこう試行錯誤しながらっていうところのゲームと、まあ、DeNA はですね、まあ、阪神とね、CS のファーストステージもやってきてるわけで、まあ、非常に勢いがあるというところで、まあ、ほとんどスタメンをいじってないというところも、まあ、非常に安定した強さっていうのがね、出せる要因の一つじゃないかなって僕思います。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、楽しく面白くね、飽きさせないようにね、話していきたいと思うんで、ぜひね、 DeNA ファンの方であったりとか、あ、ジャイアンツファンの方ね、こっから見ていただけるとね、非常に嬉しいと思うんで、ぜひね、こっからよろしくお願いします。はい、まず、1回表ね、まあ今日、あのグリフィンの立ち上がりを見てたんです。そしたら、まあすごく気合入ってるなっていうふうに思いました。ただ少し制球がね、乱れてしまって、まあ初回にですね、フォアボール2つ出してしまうんですけども、まあ2アウト1、2塁で、まあ宮崎選手を、まあ、センターフライに打ち取って、まあそこを無失点で切り抜けられたっていうのは、まあ非常に良かったんじゃないかなって思うし、まあやっぱりピッチャーで立ち上がりがやっぱ難しかったりするんで、まあいいピッチャーでもね、やはり、そこは難しいわけなんで、あの、まあフォアボール2つ出してここで得点入れられてたら、また試合はね、難しい試合になってたと思うんですけど、ここをね、あの、まあランナーを出すもののしっかり打ち取れたっていうのは、まあ非常に、まあ、あのナイスというかね、良かったんじゃないかなと思います。で1回裏の、まあ、ジャイアンツの攻撃なんですけど、まあ、2アウトから今日3番に入った丸選手がセンター前ヒット打ちますと。で、2アウト1塁で岡本選手の打席の時に、まあ、2球目に丸さんが、まあ、飛び出しというかね、まあ、いよいよ、まあ、ピク位置というかね、うん、こう、ピッチャーがこう、ボール持ってます。で、それで投げるまでのこの間合いってあるじゃないですか。その間合いを、まあ、予測して、こう、バッて走るっていうのを、まあ、ピク位置で行くとかよく言うんですけど、まあ、丸さんが、まあ、ギャンブルスタートというか、まあ、そういうね、盗塁を仕掛けたんですけども、そこで失敗に終わってしまったというところですね。まあ、やはり点が取れてないというところで、積極的に動いていこうという気持ちと、まあ、それでもしアウトになったとしても、次の回ね、岡本選手から始まるっていうところで、まあ、やったんじゃないかなって僕は思います。はい。で、これ2回表ですね。はい。まあ、2アウトから戸柱選手にヒットを打たれると。で、まあ、8番の戸柱選手ね、ヒットを打つことによって、まあ、9番の吉野投手に回るっていうところで、まあ、こういう細かいところですけども、次9番から始まるのか1番から始まるのかっていうところが全然ね、まあ、流れも得点能力も変わってくるんで、そこはね、非常に素晴らしいなと思いました、戸柱選手ね。はい。で2回裏ですね、これ先頭の岡本選手がこれホームランを打つわけですけど、まあ、初球の見送り方的にですね、まあ、簡単に見逃したというか、なんかこうストレート狙ってないのかなっていうような見逃し方をしたんですね。でバッテリーは、まあ、それ見てるわけなんで、じゃあ高めのまっすぐでちょっとファール打たそうかなとか、ちょっとこう状態を起こそうかなっていう感じでちょっとインハイに構えたんですけど、まあ、そのボールをですね、まあ、岡本選手がぶったたいて、まあ、ホームランっていうところで、まあ、このシリーズ多分初めてだと思うんです、先制したの。うん、やっぱりこうなかなかな、みんな調子良くないんで、連打とかっていうのを期待できにくいんで、そのホームランで、点が取れたっていうのは非常に、今日の、ね、幸先としては良かったんじゃないかなと僕思います。でこの後ですよね、この後ね、畳みかけていきたいっていうところがあったんですよ。でこれこの次に、大城さんがまあフォアボール選びますと。でノーアウト1塁で中山選手がファーストゴロで、ワンアウト二塁で岸田選手がセンターフライでタッチアップでランナー三塁になりますと。でツーアウト三塁で門脇選手という場面で、まあ、申告敬遠しまして、でツーアウト一三塁でグリフィンとの勝負で見逃し三振というところで、
まあ今日よく敬遠をね、申告敬遠をね結構こう、まあ、DeNA あのベンチャー使ってたんですけど、まあ非常に、効果的というか、まあ岡本選手の時も含めて、まあ非常にいい作戦だなと思いますし、うん、まあもし僕が DeNA の監督だったとしても間違いなく歩かすと思うんで、うん、今のジャイアンツを見てるとそういう風に采配するかなと思うんで、まあ非常に、まあ、あの批判はもしかしたらあるかもしれないけども、非常にいい采配だなと僕思います。で、3回表非常にいいプレーありました。ジャイアンツの守備ね。はい。先頭の梶原選手のライトフライを、まあ、丸選手がフェンス際でね、しっかりこう、ランニングキャッチしたりとか、その次のバッター、牧選手の、サードゴロを岡本選手ちょっとね、悪送球してしまって、ランナー出すものの、ワンアウト一塁から佐野選手を4-6-3のダブルプレイ。これ昨日から言ったら、多分佐野選手ゲッツー3つ目だと思うんですね、打つの。うん。だから、それぐらいね、しっかりまあ、その、昨日からゲッツーは取れてるというところですね。で、この3回裏ですね。まあ、ここが、今日で言ったら、あの、非常にこう、分岐点というか、非常に大きな場面ではあるんですが、これワンアウトから奥江選手がセンター前ヒット出ますと。うん。で、ワンアウト一塁で丸選手がライト線にツーベース打って、ワンアウト二三塁という、あの、場面ね、チャンス来るんですよ、ジャイアンツね。ただ、岡本選手、まあ、先ほどホームラン打ってるというところもありますし、そこで申告敬遠しますと。満塁策を取りますと。で、ワンアウト満塁で大城選手が非常にいい値の二遊間に打ったんですけど、それをセカンドの牧選手が飛び込んでキャッチして、それで 4-6-3 のダブルプレー取られたんですね。で、これがもし抜けてれば、今日おそらく多分勝ってたと思うんですよ。試合で言ったらね。まあ分からないけど、タラレバの話になりますけど、まあ抜けてたら多分勝ってたと思うんですね。流れ的にね。だけども、ここを牧選手がファインプレーをする。うん。で、それにしかもゲッツーを取られるっていうところで、これが大ファインプレーなんですね。今日の試合の一番大きな場面なんですね。だから、DeNA で非常にこう、バッティングが良くて、で、守備が脆いみたいなイメージ僕ずっとあったんですけど、まあこのシリーズ見てるとですね、エラーもないですし、非常にこう硬い守備が、まあ、できてるんじゃないかなって思うんですね。非常にナイスプレーだと思います。これがジャイアンツにとってめちゃくちゃでかいプレーですね。で、その流れのまま4回表、これ先頭のオースティンがホームラン打つわけですけど、ちょっとこれ重要なシーンなんで、ちょっと配球チャート見ていきたいと思うんですが、まあこれね、結局、昨日も言いましたけども、オースティンってツボがあるんですよ。ホームランのツボ。うん。僕が思うにアウトハイなんですけど、結局、ファーストステージの、あの、阪神の時もそうですし、昨日の菅野さんから打ったホームランもそうですけども、全部同じとこなんですね。アウトハイぐらい。真ん中高めよりやや外気味の、アウトハイぐらいのボールに対してめちゃくちゃ強いんですね。そこにスイートスポットというかホームランゾーンを持ってるんで、そこにさえ投げなければ大丈夫なんですね。大丈夫じゃないけど、あの、そこにさえ、そこは絶対ホームラン打たれる確率が高いから、そこには投げてはいけないんですね。で、この配球ちょっと見てほしいんですけど、まあ、ストレートボール、チェンジアップボール、で、ツーボールになるんですね。で、ストレートでストライク取って、で、カーブでボールになると。で、ここで3-1ですよね。で、ここでインサイド行ったんですよ。で、ここよく突っ込んだなと思いました。で、オースティンなんかあんま待ってないようなね、見逃し方したんですよ。うん。で、それで、岸田選手もう一球いけるんちゃうかっていうところで、最後ね、もう一球インコース行ったんですよ。それの考え方は僕別に全然悪くないと思うんですけど、そこで、まあ、まあ、グリフィンが抜けてアウトハイに行ったんですね。これ、配球ちょっと見てもらったらわかると思うんですけど、アウトハイに行ってそれをホームラン打たれるっていうところで、まあこれオースティン選手ももちろんね、打ったオースティン選手も素晴らしいんですけど、これ結局前の回のこれゲッツーからの流れが来てるんじゃないかなと思うんで、これはまあ言い方によっては牧選手のファインプレーが生んだオースティンのホームランっていうこともできるかなと思うんで、本当に野球ってこういう流れとかっていうのは非常に大事だなっていうふうにね、僕改めてほんまに思いました、これで。はい。で、次5回表ですよね。で、この回から、まあ、ピッチャー、赤星投手が上がってまして、まあ、先頭、梶原選手、レフト前ヒット。で、ノーアウト1塁から、牧選手、の4球目の時に、フォークボールでボールになるんですけど、その時にスチール成功させられるんですね。で、ランナー2塁になって、牧選手がピッチャーゴロ。で、ランナー3塁にする、進塁して、で、ワンアウト3塁で、佐野選手。まあ、これは非常に低めに、うまいこと投げて、セカンドライナーに打ち取るんですね。前進守備で。これは非常に良かったと思います。ただ、このツーアウト三塁で、まあ、オースティン、まあ、ホームラン打ってるオースティンっていうのもありますし、このシリーズね、まあ、まあ、昨日もホームラン打たれてるっていうところで、まあ、非常に警戒した中での、まあ、勝負になったんですけど、
ここでまあ赤星投手が5球目にですね、ストレートが引っかかって、まあワイルドピッチになるんですね。で、もしかしたらネットで岸田取れたんちゃうかとかいうふうなことを言う人いるかもしれないけど、あれは取れへんよ。あれは絶対無理。正直あの140後半のボールで、あんだけ引っ掛けられて、ストレートでね。ましてやストレートで。うん。あそこに投げられたら、それはさすがに無理よ。うん。あれは赤星投手がね、力んで投げてしまったんじゃないかなって僕思います。はい。で、まあ、6回表からですね、まあ、船橋の投手上がってまして、先頭の宮崎選手に、まあ、ライトへ二塁だね。まあ、中山選手ちょっと取れ、グローブ当たってたんで、取ってほしかったところはあるんですけども、まあ、非常に難しい打球だったと思います。で、ノーアウト二塁で桑原選手がバントしたんですけど、これがキャッチャー前に転がって、岸田選手が三塁でアウトにする。まあ、これ非常に良かったと思います、ね。で、ワンアウト一塁で、まあ、バッター森選手のところで、まあ、ピッチャーね、高梨さんになって、2球目をですね、まあ、ランエンドヒットという形でスチールかけてきたんですけど、まあ、それもね、岸田選手が2塁でアウト。まあ、これも非常にナイスプレーだったなって思いますね。まあ、こういう感じでやってると、流れが変わってくれたりするかなっていうふうに思ってたんですけども、結局、まあ、7回、もですね、点が、6回、7回も点が取れなくてっていうところですね。で、8回も点取れなくてってところですね。で、じゃあ、6回、7回点取れなくて、で、8回はチャンスあったんですよ。うん。で、先頭の長野さんがレフト前ヒット。で、オコエ選手がバント決めると。で、ワンアウト二塁で丸選手が初球のね、まぁ、ちょっと高めのボール気味ぐらいのボールを打ちに行って、まぁ、ライトフライ。まぁ、ちょっとこれ、まぁ、まぁ、狙ってたとは思うんですけど、まぁ、そこはちょっとね、まぁ、まぁ、狙ってたんだったらいいんですけど、うん、まぁ、もう一個低いボールをね、打ってもらいたかったなっていうところはね、ありました。で、2アウト2塁で、まあ、岡本選手ね、またここで敬遠されると。うん。まあ、岡本選手しか打ててないんで、正直ね。で、敬遠されて、で、2アウト1、2塁で、結局、大城さんがセカンドゴロで、まあ、この回も点入らないってとこですね。まあ、これも作戦なんでね、一種の作戦だから、別に全然ね、いいんですよ、これね、正直言って。うん。で、9回裏表ですね、まあ、大勢を出して、で、ワンアウトから桑原選手に2塁打。で、ワンアウト二塁で森選手のライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁で、一球目ですね、シール、決められて二三塁にして、まあ、ピンチだったんですけども、飛ばした選手を空振り三振。で、ツーアウト、二三塁で、まあ、ピンチいった筒香選手出てきたんですけど、そこも見逃し三振というところで、まあ、ここでもしかしたら、ピンチだったんで、ピンチを抑えたんで、乗ってくるかなと思ったんですけども、最後9回裏ね、まあ森原投手出てきて、まあ3人でやられてっていうところで、まあ負けてしまったというところですね。まあ非常に残念というか、なんか情けないよね、はっきり言って。うん、情けない。うん。ほんまに優勝したチームなんかなって。まあ、怪我とかね、まあいろいろあって、まあ本来の戦力じゃないって言ったら、まあもちろんそうなんだけど、でもね、まあ、ここで、まあ、そういう、怪我とかも、起こってしまうというかね。まあ、その、不慮の事故みたいなところはあるんで、直樹さんの怪我の場合はね。だから、ちょっと仕方ないところはあるんですけど、まあ、それも、なんか、もしかしたら、ジャイアンツの持ってた運というか、運のなさみたいなところもあるのかなと思うし、まあ、あんまり悲観的なこと言いたくないですけど、まあ、その3連敗して、その3連敗してる内容も、こんだけ、良くないというか、打ててないというかね、ちょっとどんよりした感じで、本当にこう、なんて言うんだろう、なんとかしようとしてるんだけど、全部空回りしてるというかね、相手に、ファインプレーされたりとかっていうところも含めて、まあ非常にその流れの悪さみたいなところを感じるんで、こっから3連勝するって、まあ相当至難の技というか、まあレギュラーシーズンで本当に、6連勝、7連勝するぐらいの、多分難しさ。だと思います。だからそれぐらい確率は低くなってるんで、まあ、最後まで、ジャイアンツファンなんでね、僕も、信じたいとは思ってるんですが、なかなかやっぱりきついやろと。で、明日の、まあ、井上投手と、ジャクソン投手かなっていうところも含めて、まあ、非常にこう、難しい試合になってくるなっていうところはあるので、まあ、そこもね、また、違う動画でね、お話ししていきたいと思うんで、ぜひね、皆さんもコメントとかでね、気持ちを、この悔しい気持ちをですね、まあ、吐いてくれたらいいかなって思うんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。